はい、こんにちは、116インズです。鈴木誠也選手がカブスへ、そしてカイル・シュワーバーがフィリーズへと、今日野手の大物選手が今季の所属先を相次いで決めたんですが、それをきっかけにして他の大物選手にも動きがありました。まずはなんといっても衝撃だったのはクリス・ブライアントがロッキーズ入りを決めた点。契約は7年総額1億8200万ドルで、さらに全球団へのトレード拒否条項も入っているとのことですが、いやまさかブライアントをロッキーズが本当に獲得するとは。コンフはレンジャーズが100敗した直後にセミエンやシーガーを一気に獲得するなど、コンテンダーでないチームが大型補強に動いている印象はありますが、ロッキーズもここからコンテンダーとなる道筋を立てているんでしょうかね。現地の記者からも結構疑問の声は出ている印象です。でブライアントに関してはポジション面などからマリナーズとの契約を有力視する声が多かったですが、そんなマリナーズも数日前にジェシー・ウィンカー、エウヘニオ・スアレスを獲得するトレードに動いて、ブライアント獲得競争から脱落。長くてもブライアントには6年契約かなと思っていて、で多分ブライアントに限らずマリナーズが提示できるマックスの年数も6年かなと考えていただけに、こうしてロッキーズが彼に7年目を提示したのを見ると、マリナーズはブライアントもうチャンスないなと判断してウィンカーやスアレスにシフトしたのかもしれません。ブライアントに7年契約は相当勇気ある決断だと私は感じましたが、それだけロッキーズフロントは彼が欲しかったということでしょう。今季が30歳のシーズンとなるブライアント、短縮シーズンの2020年に大きく成績を落としてしまって、そこでかなり選手の価値に傷をつけてしまった印象でしたが、昨年は144試合でホームラン25本、 OPS 8割3分5厘、ウィンザーボリプレイスメントも 3.3。 バッティング面で復活を印象付けると、今季は本職のサード以外にもファースト、レフト、センター、ライトと様々なポジションをこなした点も彼の市場価値を上げる一因となったのかなと。特にセンターを破綻しない程度に守った点が大きく、コンフの FA 市場はセンターの層がかなり薄かったので、打線の中軸クラスのバッティングに加えてなかなか見つけにくいセンターを含め、様々なポジションを守れるユーティリティ性を兼ね揃えている点、コンテナーのチームにとっても非常に魅力的な存在ですし、個人的には本当にマリナーズ来てほしかったと思っている選手の一人です。2016年 MLB2 年目で MVP を獲得した当時と比較して、まあ、バッティングは少し落ちてしまったかもしれませんが、今季彼がプレーしたシカゴやサンフランシスコと比較して圧倒的に打球が飛びやすく、ヒットも長打も MLB 屈指の出やすさを誇るロッキーズの本拠地クワーズフィールドなら打撃成績上向く可能性はありそうですし、フロントが期待している中軸クラスの働きはしっかりと見せてくれるんじゃないかと思っています。ただそれでもやはりなぜロッキーズがブライアントをと思ってしまう部分はありますよね。ロッキーズはほんの1年前の2月1日にチームが誇るサードのスーパースターノーラン・アレナドを5100万ドルも負担してカージナルスへ放出したのは皆さんも覚えているかと思います。フランチャイズのスーパースターをお金を払ってまで半ば追い出す形となったトレードから1年でまた似たような選手を獲得してくるのとは思ってしまうんですよね。もちろん当時コロナで収益が今後どうなっていくか不透明な部分もありましたし、そもそもチームとアレナドの関係性がかなり悪化していたことからも放出はやむを得なかったにしても、同地区ではドジャース、ジャイアンツ、パドレスがしのぎを削っている中で、ロッキーズはまだまだコンテンダーには届かないようなロースター、マイナーの整備もまだ十分進んだとは言えないような状況で、ブライアントと7年契約を結び、今後のペイロールを圧迫しかねないようなことをして果たして問題なかったのかはかなり疑問が残ります。今回のロッキーズのブライアントとの契約を正当化するとすれば、今後チームが彼を中心として戦力の整備を早期に進めていくくらいです。サード守備で右に出る選手がほとんどいないほどの守備力を誇るアレナドに文句があるわけではないですが、ポジション面でサード以外の選択肢がないアレナドと比較してブライアントはポジションの融通がかなり効く選手でありますし、契約に関してもアレナドと比較していくらか安くなっています。おそらく契約前半の3年間ぐらい、32歳33歳くらいまではブライアントもなんとか今のユーティリティ性を維持できるかと思いますので、それまでにロッキーズはとにかく集められる限りいい選手を集めていき、埋まらなかったポジションにブライアントを入れる。これができればブライアント獲得は非常に生きてくるんじゃないかなと思っています。今回の契約がブライアントがユーティリティとしてやっていけるうちにロッキーズがコンテンドする意思表示なら、ロッキーズファンの方々も期待していいんじゃないのかなと。ただそうでないのであれば、一体この契約でロッキーズは何を叶えたいのか見えてこない摩訶不思議な契約となってしまいますので、これから 1,2 年間のロッキーズの動きというのは非常に重要になってくるんじゃないのかなと、今回のブライアントとの契約を見て思いました。さあそして NL 西地区ではブライアント以外に今日もう一人大物野手が加わりましたよね。
もう一体何人オールスタークラスをチームに入れるんだと突っ込みたくもなりますが、ドジャースがフレディ・フリーマンと6年総額1億6200万ドルの契約に合意。ブレイブス一筋でプレイしてきたフリーマンもついに移籍です。フリーマンサイドはブレイブスとの残留交渉でかねてより6年契約を希望していたんですが、ブレイブス側のマックスの提示は5年。フリーマンが現在32歳で、その選手に6年目のコミットしたくないのがフロントの考えだったようですが、そんなブレイブスも先日アスレチックスからトレードでマット・オルソンを獲得し、即座に彼と8年契約を結んでいたため、フリーマン残留の線がこれで完全に消えていました。ドジャースとの6年契約によってフリーマンが希望していた契約の6年目が確保されましたし、また彼自身ロサンゼルス近郊の出身なので地元でのプレーも叶うことになりましたね。ドジャースもオールスタークラスのバッターをまた一人打線に加えることができて、双方にとってウィンウィンの契約のようにも思いました。しかし今季からブレイブス以外のユニフォームを着たフリーマンを見ることになるわけですが、慣れるまで時間がかかりそうですね。2007年ドラフト2巡目指名をブレイブスから受け、そして2010年の MLB デビュー後チーム一筋で12年間プレイし続けたフリーマン。キャリア序盤はファーストの割にパワー不足といった批判もありましたが、次第にパワーもついてきてブレイブス打線を牽引。安定感という言葉がよく似合う選手で、2013年以降 OPS が8割4分を下回った年がゼロ。毎年3割前後打っているイメージもありますね。2020年は NLMVP、 昨年はブレイブス悲願の世界一にも大きく貢献し、あとはまたブレイブスと長期契約を結んでフランチャイズプレイヤーへの道を順調に歩んでいくんだろうなと思っていた矢先でのこの移籍。ブレイブスに関して野球という観点だけで見れば、フリーマンからオルソンにスムーズに移ってプロスペクトはいくらか放出することにはなりましたが、本来フリーマンに回すはずだった資金を補強に回して今動くことができていますので、感情抜きにすれば正しい判断だとは言えるとは思います。ただワールドチャンピオンになった翌年にフランチャイズのスター選手が移籍してしまうのはブレイブスファンの方々のショックは計り知れません。ブレイブスに関してはフリーマンがいなくなったグラウンド外での影響がどういう風にシーズン中出てくるかがちょっと気になる部分ではあるかなと思っています。しかしドジャースはフリーマンがアトランタに残らなかった恩恵を存分に享受することになりましたよね。こちらドジャースの開幕時点の予想オーダー。はい、もうね、お化け打線です。何ですかこれ、ゲームじゃないんですよ。全くウィル・スミス以外全員オールスター経験者で、スミスも別にオールスター出てないだけでリーグでもトップクラスのキャッチャー。 NLA の DH 制導入、さらにマンシーがセカンドできる点、フリーマンの獲得を可能にした側面もあるんでしょうが、ドジャースは DH いらないんじゃないかと思っちゃいますよね、この打線見てしまうと。何なんですか本当に。2019年の MVP のベリンジャーが7番って、テイラーだってポロックだって他のチームだったらもっといい打線打てますよ。他球団からすれば一体どう抑えればいいんだという感じの打線ですが、今季のドジャースを止めることができるチームは現れるのか、シーズンの方が楽しみですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。